雪月章とは、源氏物語の注釈書である。幻な類い林と並んで、鎌倉時代の河内方によらない、注釈書として、源氏物語研究史上重要な存在である。注釈の対象としている本文は、青表紙本でも河内本でもない別本であると見られる。公安源氏論議の影響が認められるため、それ以後の鎌倉時代後期の指名書と、 ほぼ同時期の成立であると考えられている。本書の全体像は不明であり、著者も不明である。現時代一の難儀と呼ばれた、陽明すけについて、堀川天皇の時代に、大江正房が説を唱えていたとする伝承など、独自の記述も多い。本書の写本自体は現存しておらず、わずかに他の注釈書に引用されたもののみから内容を推測することができる。本書は、 川会省や課長余剰などといったこれ以降の注釈紙の上で主流となる注釈書類には全く引用されていないものの、陽明文庫に唯一の写本が所蔵されている室町時代の注釈書、長三聞き書気に約30箇所引用される一文によって、その存在が知られている。長三聞き書きは現在では失われたいくつかの書物からの引用を残しており、本書もその一つである。 超三期気書きに引用されているのは、キリツボ、母木儀、うつせみ、夕顔という、源氏物語の冒頭の四条に限られているため、超三期気書きが表された時にはこの四条のみを内容とする一巻のみが残されていたのであろうと、されている。なお、キリツボにおいて現存する、宣言章にあるものと全く同じ一文を、雪月づ章からとして引いているが、 堀部商事はこれは署名を誤ったものであろうとしているなどいくつか議論の残されている部分もある。その他に、民行入り素へに、ある章として、署名を示さずに引かれている内容の一つが、超三期記書きにおいて、雪月章からとされているものと同文であるため、民行入り素等に署名を示さず引用されている、可能性も指摘されている。ありがとうございます。